だな、歯ぎしりしてるよとか食いしばり強いんちゃうのって言われたことない？マウスピース作ったらどう？バイトプレート作ったらどう？なんて言われたことない？そんな話聞いたことあんねやったら、どういうもんなんか、どうやって作んのんか、ちょっと興味ない？はい、今日はその作り方を皆さんに見ていただきまーす。パフパフパフ。まずは型取り、粉と水を混ぜました。おお、魔法の粘土を作っています。はい、上手やろ。歯型を取ります。めっちゃ上手で、なんか汚れへんやんか、口の周り。得意やね。得意やか、怖いな。はい、白い粉をお水入れながら混ぜます。ほんでほんで、空気の泡入ったまんまやったら模型が穴だらけになるからさ、こういうのでブーン、バイブレーターで振動させて空気抜きます。で、空気抜いて、ほら、あなたに乗っけていくのよ。結構丁寧にやらなあかんねんな。はい、歯の部分に乗りましたよ。全体にも乗せていきます。はい、こんな感じでしっかり固まるのを待ちたいと思います。待っててね。さーて、固まりましたよ。外すな。できた。じゃじゃん。ちょっとこれを削ります。できた。こんな形にしたよ。で、今度はこっち、マウスピースの材料だ。透明シートで作ります。よいしょ。温めて溶かしていきますね。よく寝てる。ここがヒーターになってて、温めて柔らかくしてる。それをプシュって形作るからね。待っててね。結構気長に待ってなあかんし、柔らかになったら急にボーッと垂れてくるから焦るし。でもほんまにマウスピース使った方がいい人って結構いてはったりするのよね。夜中寝てる時に食いしばるのよ。無意識やんか。例えば歯ぎしりする人の音ってすっごい音するけど、起きてる時に同じようにやって言うても絶対あの音出えへんねんな。それぐらい体重の2倍も3倍も出るのよ。特にさ、こう鍛えてはって背筋強い人とか、そんな人の食いしばりは歯を割ってきはるからね。ね、歯割れへんかったとしても、だけど夜中ギリ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 ってするからさ、歯すごい揺さぶられんねんな。若い時はまだいいよ。若い時は肌も張りあるし、歯茎もピチピチよ。でもやっぱりある年を超えたらさ、肌も肩がなかなか残って取れへんとかさ、針が違うやん。歯茎も同じ、針がどん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 悪なってくるからさ、同じ力かけたら負けよんのよ。だからちょっと保護したらなあかんのよね。あ、来た来た来た。膨らんでるの見える？なんで飛んでる。ギューって空気で引っ張ってるから、オッケー、できた。結構いろんなプロセスあるやろ。今度はこれを切り出さなあかんのよ。切ります。バキュームなかったらきついわ。こうやって切っ
っていくね。めっちゃ粉飛ぶし。いったよ。大変や。こんなさ、コツ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 作らなあかんからな。せなあかんこといっぱいあんのよな、実は。会社があって、まあ、はい、こっちの模型はボロボロですが、切り出しましたよ。ほんでまた綺麗にしていかなあかん。ステップあるやろ。結構なステップあんのよ。まあ、なんでもそうやんな、仕事ってな。一個ずつやっていかなあかんねん。コツ。はい。きつい。調整せな。こうやってお口の中で患者さんのんをここまで作っといたら調節するんよね。で、窮屈感取ったりとか、あとは噛み合わせを調節する。みんなも作ってみるといいよ。で、まあこれつけて快適に寝れたら歯守ってくれるし、歯茎が弱ってんのを支えてくれるし、すんごい力で食いしばって歯割れるなんてこと起こらんように予防していこう。はい、マウスピース作り楽しんでいただけましたか？チャンネル登録よろしくお願いします。高評価ボタンもお待ちしてます。またでー。